こんにちは、我々は話し家連でございます。上方落語協会所属の話し家とその家族、親戚、友達で構成している総勢70名の連でございます。本来は連長の徳島出身の小学生学校さんがご挨拶するはずやったんですけども、学校さんお金の栄誉教に目がくらみ横浜の方に行ってしまいました。副連長は極道南人さんという講釈師の方なんですが、椎間板ヘルニアやって今日はお越しにならない。で祝日にもかかわらず仕事もない落語家3人が今来ておりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。まあ話し家なんでちょっと謎かけなんかをさせていただきたいと思います。あ、そうですね。私、噺家連所属、平海院笑福亭博士です。どうぞよろしくお願いします。しかし大きい会場ですね、ここはね。大きいです、グランキューブ。おかしな関係と思われたら嫌なんで離れてください。本日のこの、丸ごと徳島亭とかけまして、新しく作った着物と説く着物、その心は、ああ来て見てよかった。ありがとうございます。はい、それでは同じく平会員の桂文章です。よろしくお願いします。あ、どうもありがとうございます。温かい拍手ありがとうございます。お手におけがはございませんか。このグランキューブ大阪、非常に大きい、ちょっと鬼会もあるんですが、鬼会は入ってないですかね。後ろのもちょっと入ってないんですが、これ沢田健二やったら怒って帰ってますよ。我々話し家はこんなことでは怒りません。喜んで喋らせていただきます。私桂文章も謎かけを一つやらせていただきます。本日のこのイベントとかけまして、宝くじで一等が当たったのに誰からもお金をせびられなかった時と説きます。その心は、丸ごと徳島って桂文章でございました。話し家連相談役を仰せつかっております桂文徳でございます。よろしくお願いしたいと思います。じゃあ先輩方に、なぞらえまして、何のかけ、今日のイベントのかけまして、今日のイベント丸ごと徳島県だけど丸ごと徳島県とかけまして、スーパーの安売りと解く。何がおかしい。スーパーの安売りと解く。何がどうなんですか。今日のイベントとかけてスーパーの安売りと解く。丸ごと徳島県とかけて、スーパーの安売りと解く、その心は、徳島県。お客さん笑うとなんで本人が笑ってるんですか。これではダメみたいですんで、それでは踊りの方で。